こんにちは、生体ニコニコセンターです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛みや不調でお悩みのあなたに改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日は、筋肉が硬いと筋力が弱くなる、筋肉の力が弱くなるということについて、お伝えしたいと思います。今回の動画は、私のお店に来られる人と、私整体師なんですけども、整体のお店に来られる人といろいろお話をしていて、結構これは誤解されて、しまってるなということ、筋肉についてですね、筋肉について誤解されてしまってる人が多いなということを感じましたので、今日はその内容をお伝えしたいと思います。それはですね、ここに書いたように、筋肉が硬いですね、あなたの筋肉が硬いとですね、筋力ですね、筋肉の力は弱くなるということなんですね。で、ほとんどの人はこれを逆に思っています。筋肉が硬い、こうギュッてした、この筋肉がこうあなたの筋肉が硬いと筋力が強いと、筋力が高いということですね。だからすごい力が出るというふうに結構勘違いされるっていう方が多いんですけども、実はこれ逆でですね、筋肉は柔らかい方がですね、ふわふわの柔らかい、マシュマロみたいな柔らかい方が強くなるということなんですね。なのでこれを逆に知っているとですね、せっかくですね、硬いのがいいと思って硬くですね、することを一生懸命やって、筋トレとかしていろいろやってると筋肉硬くなりますけども、筋肉硬くした方が強いからそれで安心みたいな感じになってしまって、かえってですね、筋力が低下してしまっているという方が結構多くてですね、そうしますとどうしても体ですね、姿勢も崩れやすくなりますし、そうすると腰が痛くなったりとか膝が痛くなったりとか肩が痛くなったりということにつながりますので、筋肉を鍛える、筋力をアップする、これはとても重要です。で、筋肉はあった方がいいですし、筋力をしっかりとですね、低下しないようにしていくということは、とても重要なんですけども、それをですね、筋肉が硬いと、強くなるというふうに思っていると全然違う方向に行ってしまいますので、硬いと弱くなってしまいますので、ちょっとそこをですね、知っていただければというふうに思います。ではなぜですね、筋肉が硬いと筋力が弱くなって低下して、逆に筋肉が柔らかいと筋力が強くアップするのかということなんですけども、筋肉というのは縮んだ時に力が出るわけです。筋肉がこう力を入れると縮みます。で、縮むと、筋肉の力が、発揮される、要は筋力が出るわけです。ですからこれが縮めば縮むほどですね、筋肉の強さは強くなるわけなんです。これはちょっとわかりますかね。で、ということはですね、筋肉が硬い人というのは、こんだけ筋肉の長さがあったとしたら、最初からですね、もう縮んじゃってます。元々の長さよりも、ちょっとですね、縮んじゃってるんですね。だから、縮んでるんで硬く感じるわけです。なので、ここから、もう最初から縮んでますので、そこから、こう力を入れて縮ませようとしても、こんだけ分ですね、こんだけ分しか縮まない。70% ぐらい。30% はもう大体縮んでしまっているという人でしたら 70% しか力が出ないことになります。ですけども、こちらの人のように筋肉が柔らかい人、筋肉の柔らかい人っていうのは筋肉がもう最初からその元の長さなんですね。縮んでないわけですよ。柔らかいですから。そういう人はぐっと力を入れたらすごい縮みますので、100% の力を、筋力を発揮することができるということになってきます。ですので、筋肉トレーニング、筋トレとかですね、これはとても重要なんですけども、それがですね、やっていけばやっていくほど筋肉が硬くなっていく人、硬くなっている人は、どんどん筋肉が縮んでいってますので、筋肉の量は多少増えるんですけども、やっぱり筋肉が縮んでいきますので、もう筋力は、ある程度までいったらだんだん低下していくということになってしまうわけです。ですけども逆に筋肉を柔らかく、筋肉が柔らかくなるような筋トレをしている人は、年々ですね、筋肉が強くなっていきますし、年とともに筋肉がそんなに低下することがないということになりまして、姿勢もよくいれますし、腰痛とか膝の痛みとか肩の痛みとか出ない体で
過ごして気持ちよくですね、痛みとか関係なくですね、痛みとか気にせず、そんなね、そういうこともなくですね、安心してですね、年を取ってですね、自分の足で、まあ、生涯暮らしていくことができると、もう気持ちよく生活をできるということになりますので、まあ、ここですね、筋力アッパー重要なんですけども、筋肉が硬くなってないかというところをですね、チェックして、意外とこれですね、痛みを繰り返してしまっている人とか多いので、柔らかくなっているかどうかですね、そこをちょっとチェックしていただければと思います。筋トレしてる人はね、特にね、気をつけていただければと思います。で、もしやって、わかんない人はですね、また、コメントでメッセージいただければと思います。ということで今日は、筋肉が硬くなると筋肉は弱くなりますよというお話についてお届けしました。ぜひ筋肉を柔らかくして筋肉を強くしていきましょう。ということで本日もどうもご覧いただきありがとうございました。